ふざけた読書、豊島義夫。帽子ある時、年賀状の返信を書いていた。元よりこちらから先に画状を出すような人ではない。受け取ったものに一つずつ返信を書いていくのである。しかるに画状の中には、王王、生命だけで、住所のついていないのがある。帽子はついに筆を投じて、探索して言う 住所を書き込むくらいの配慮はしておいてもらいたいものだ。人に返信を書かせるばかりか名簿を食って、住所を探し出すの労をも取らせる。こんなのは帰って、礼を失するものだ。そういう気分の時には、画像を書くべからずである。帽子ある時、数冊の寄贈書の中から一冊を選び、こたつか何かに当たりながら、その書物を覗こうとすると、折りたたみのまま、 裁断してないものだった。彼はその紙をパラパラとめくって探索して言う。書物の縁を立つくらいの配慮はしておいてもらいたいものだ。人にわざわざ読ませるばかりか、ページを切るのろうをも取らせる。こんなのは読者に親切なゆえんではない。そういう気分の時には書物を読むべからずである。縁を立たないもの、フランス式の仮閉じの書物は、 昔は花だ少なかった。現在では非常に多くなった。高価な贅沢なものにはことにそれが多い。そういう書物のページを読むに従って切っていくことが、絵も言えぬ楽しみだった時代がある。また、そういう年齢もある。雑誌については、読むところだけのページを切ることが、いつも変わらぬやり方らしい。けれども、読むに従ってページを切っていくことは、 よほど堅固な製本のものでなければ、それに耐えない。また、ものによっては、それは興味を現存することもある。さらに、帽子の言がある。僕は、縁を立たない書物なら、一度にすっかりページを切ってしまう。それから、まず扉を見、序文があればそれを読み、次に奥付けを見、罰があればそれを読み、そしておもむろに、全体のページをパラパラめくってみる。 そういう風にして書物を眺めたりいじったりしているうちに大体の内容は一通り飲み込める。それによって制読すべきかどうかを決定するのだ。これは少々ひどすぎる。書物をもてあそんでいるうちにその内容がいくらか分かってくるということのうちには非常に危険な錯覚が混じっているのは常識によっても明らかである。一つの著述が 主事の定裁の書物として出版されている場合にはどうなるであろうか。要するに目に触れただけの文字とその可能な延長の範囲内においてしか理解されてはいないのである。帽子ある時、一冊の長編小説を取り上げ、作者が何を本当に言いたかったのか手取り早く知るために、まず最後の一章を読んだ。さっぱりわからない。 次にその前の一章を読んだ。少し興味が持てる。次にその前の一章を読んだ。面白い。次にその前の一章を読んだ。つまらない。変だな。と思ってさらにその前の一章を読んだ。かくして帽子はついにその小説を一章ずつ逆に読んでしまったのである。読後の感想を聞いてみると極めて正しい。 そして、鋭い意見を述べた。筋の興味に甚だしく引きずられる小説や、筋の興味がほとんどない小説などは、こういう読み方をするのも良いかもしれない。一読してすぐ理解されるようなものはつまらない、とは多くの読書家の持論である。順に読んでも逆に読んでも、それに耐えうるような書物は、感想集や日記の類ばかりでもなかろう。 しかし、読書の真の楽しみは、書かれている文字だけをたどることではないらしい。行と行との間をも未読するということは、そういうところから起こってくるのであろう。さらに、いかなることが言われているかが問題でなく、誰がそれを言ったかが問題だ。ということになると、つまり真意が問題になると、一層難しくなってくる。人間のパラドックスは、あらゆることが言われているが、 何一つ理解されていないことだ。とアランは書いている。私は以前、老詞を読んで自分の虚無的な大敗的な気分に甘えたことがあった。そういうふうに読んだものである。最近、老子を読みながらしきりに文学のことを考え、文学上の種々の問題を考え直した。そういうふうに読んだのである。さらに数年後、老子を読み直すことがあったら、 果たしてどういうふういふに読むであろうか某氏ある時夜眠れぬままにある難解な書物を取り出し1ページと読まないうちに眠りその後幾夜も同様にしてついにその書物を2ページとは読まずに終わったがしかしその書物は彼を眠らせ心身を休めてくれる最も貴重なものとなったというこの話 比喩ならば面白いのである。